はいどうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、出る順過去問国語読解合格への86問応文社から出てる教材になります。こちらの教材シリーズ化もされてていい教材なんですけども、出る順シリーズはね、やっぱね、いろいろとねちょっとね考えるところもあるんですけども、それについてちょっと話をしていきたいと思います。はい、じゃあ説明をしていきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、予習復習用、受験用になります。そして受験用の中のレベルでも、僕の中ではね、おそらくまあ標準で、時期頃的にはね、多分夏頃ぐらい、夏以降はちょっと簡単かなと思うんですよね。で、国語の読解の問題集っていうのは演習教材っていう、もう完全に演習、あとは解き方のテクニックだったりとか、まあ、コツみたいなものが書いてある教材ってあるんですよ。でね、それのまあ中間ぐらい、両方書いてあるみたいな教材なんですよ。で、これいいように思うかもしれないんですけども、まあ、言ってしまったら中途半端っていう印象があって、で、出る順シリーズっていうのはレベルがね、教科によってとか、その教材によって少しこう上下したりとかするんですよ。で、出る順シリーズの、まあ、こういった教材だって言って問題演習たくさんあるのかなって思ったら、まあ、インプットというかテクニックみたいなものも入ってたりとかするので、なので僕としてはね、正直、っていう感じですね。っていう。で、テクニックみたいなものが中学受験の子たちがね、うまくできるかっていうと、結構それもね、厳しかったりとかするし、あとはレベル的にも、冬とかにやる教材じゃ全然ない。夏とかにやる教材なので、なので、だったらまあ、この教材やるんだったら違った教材でもいいのかなと思う部分もちょっと考えてしまいますね。問題自体もね、すごく悪いわけではないんですよ。やっぱ出る順っていうシリーズもあるので、で悪くはないんですけど、ただちょっと問題がね、簡単かなっていう感じですね。そして記述式の問題に関しても、まあ、バンバン解かせるっていう感じでもないので、なんで僕は個人的に言うとすごく中途半端な教材なのかなっていう印象があります。なので、まあ、国語をね、ちょっと苦手だっていう小学校6年生とか5年生の子たちが、まあ、小6の夏までにやる教材なのかなっていう、そういった印象ですね。導入としてやるのは、まあ、構わないと思うんですけど、ただこれをじゃあ受験期の真っ只中、秋とか冬とかの時にやった方がいいかって言われると、ちょっとシリーズ化としても違うかなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいと思います。よかったっていう方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。